ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで決戦前にみんなとお話をしましょう。おお、ケータ、いよいよ決戦が近づいてきたな。うん、もうすぐだね。お前、ふみちゃんに何か言わなくていいのかよ。ふみちゃんは僕が守るとか、この戦いが終わったら結婚しようとかさ、できんやろ、小学生や。結婚なんだよ、恥ずかしがっちゃって。大事なこと言うなら、こういう時がチャンスだろ。ちょっと、そういうわきのりだって、あやめさんなんか言わなくていいの？あやめちゃんどうなった俺、それはもちろん考えてるけど、でもその、今日はちょっとまだ。ずるいんですけど、こういう時がチャンスだって自分で言ったじゃん。お手本見せてよ、お手本。リハーサルってことでさ。よし、しょうがないな。じゃあ、よく見とけよ、ケイタ。マジで？あやめさん、いよいよ明日、妖魔界に行ってくるよ。しばらく戻ってこれないかもしれないけど、俺たちは気にしないで、楽しい夏休みを過ごしてね。妖怪探偵団の団長として約束するよ。きっと全員、元気で戻ってくるから。お？友達のことは絶対に守る。何があっても助けてみせるよ。あ、キノリ？何今？おいおい。なんだよ。せっかく気持ちが盛り上がってきたのに。ごめん。何今の光。あ、それと、あやめさん。あやめさん、この戦いが終わったら俺と、俺と、後ろ。やっぱなんでもないや。必ず帰ってくるから待ってて。うん。約束ね。きっと無事で戻ってきてちょうだい。話しかけるんや、そこ。うわー、あやめさん、あきのりくんの声が聞こえたから起きてきちゃった。あきのりくんがいないと寂しいよ。戻ってきたらまたみんなで遊ぼうね。うん、そうだね。みんなで遊ぼうね。それと、この戦いが終わったら、さっきの話、続きを聞かせてね。うん、じゃあおやすみ、あきのりくん。ケイタくんも早く休んでね。あやめは、どこに住んでる？あやめさん、おやすみ、あやめさん。おやすみ。ケイタ、俺どうしよう。絶対戻ってこようね、あきのり。さあ、そして次は、お、夏目。ケイタくん、今日はみんな夜更かしたね。うん、そうだね、なんか眠れなくって。あーちゃん、こんな時間まで起きてるなんて、お父さんたちに見つかったらどうしよう。ほら夏目、早く自分の部屋に寝なさい。お父さんと一緒に冒険するなんて夢にも思わなかったよ。俺もまさか未来の子供に会うなんて考えたこともなかったし。ま、俺としては未だ夏目さんは俺のお姉さんって感じなんだけどね。ねえ。あのね、ケイタくんは自分で思ってるよりずっと頼もしいよ。立派なお父さんっていうイメージとはちょっと違うけど。うん、ケイタくんは誰よりもかっこいい。私の自慢の友達だから。夏目さん、ありがとう。うん、なんか俺大人になるの楽しみになってきた。何してんの？大人になりたいなら早く寝ちゃいなさい。やっぱりお姉さんみたい。ありがとう。なんかほっとしたし、今日はよく眠れそう。ありがとね、ケイタくん。ケイタくんもちゃんと休んでね。明日はフルパイで頑張りましょう。うん、頑張ろうね。いいね。いい関係だね。さあ、そして。あ、シーン。ござる！うおー、拙者燃えているでござる。シーン殿お守り出す。違うんだよ、スーさんじゃないんだよ。ケイタ、やっぱり眠れないよね。シン、お母さんを助けた後も俺たちについてきてくれてありがとう。うん、母ちゃんと一緒にいるのも大事だけど、みんなに力になりたいからさ。あ、そうよ、過去の世界は一体今どういう感じになっとんやろ。俺ね、ケイタにはすっごく感謝してるんだ。なんか特別なことをしたっけ？もちろん、ケイタに会えたから、俺はいろんなものに出会えたんだよ。新しい友達や知らない世界、不思議で楽しいこともいっぱいあった。
ケイタのおかげで妖怪の友達もいっぱいできたしね。そっか、真の冒険はお母さんを取り返すだけじゃなかったんだね。ああ、もしみんなと会えなかったら俺ずっと妖怪を恨んでいたと思う。でもそうならなくて本当によかった。きっといつきも同じように思ってるよ。妖怪なんか信用できないって言ったのに妖怪の王様になっちゃうんだもんね。確かに。うん、エンマは俺のいる世界でも元気にしてるよ。人間界にもしょっちゅう来てたっけな。すっげー、ケイタの世界のいつきか。いつか会ってみたいな。いいね。そうだね、この使いが終わったら会いに行ってみようか。よし、今度は俺がいつきの力にならなくっちゃ。ソロナキを倒して妖魔界を助けるんだ。うん、そうだね、シン。明日、頑張ろうね。うん、頑張ろう。もうこのまんま、未来の妖魔界に行く感じなんかな。なんか、自由な感じとかなく。ん?まだ、あと、トーマはどこ行ったと思う?あ、トーマだけじゃないか。あと、誰だ?ん?そっち?ちゃん、うん、ふみちゃん、こんなところで会うなんて偶然だね。いや、そんなわけないよ。偶然って、今日はみんなあきのりさんの家に泊まるでしょ。うん、すげえな、後ろでっかいビルが。変なケイタくん。ほんとだよね、俺何言ってるんだろう。なんかほっとしちゃった。いつものケイタくんって感じだね。なんかかっこ悪いな。私ね、ケイタくんのこといつも不思議だったんだ。どうしてあんなに独り言が多いのかなとか、どうして一人でニヤニヤしてるのかなとか。まあ、周りから見たらただの変人。そういういろんな不思議が、まさか妖怪のせいだったなんてね。ようやく誤解が解けたわけや。全部見られたの?俺のこと変なやつだって思ったでしょ。すっごく変だった。全然普通じゃなかったよ。全力で返事してくれる。いいね、ふみちゃん。でも、ケイタくんは楽しそうで、なんだかそれが羨ましかったな。そうだったんだ。今は妖怪が見えるってどんな感じ?ね。すっごく楽しい。確かに見えたら楽しそう。気持ち悪いのも多いけど。こんなに楽しい友達がいたら、ちょっとくらい変になっちゃうよね。変なんやね、やっぱり。妖怪ウォッチがどうして私たちを選んだのかはわからないけど、ケイタ君と同じ気持ちでいられるのが、なんだかとっても嬉しいな。あ、キュンのパワーや、キュンのパワー。俺と同じ気持ち?ねえ!ケイタ君、私たちの友達、妖魔界にみんなのことを頑張って守ろうね。うん、俺たちで助けよう。いやー、いいっすね。ちょっともうおっさんみたいな感覚になったけど、いいっすね。さっきから誰かと話すたんびになんかもらえる気のせいかな。私がさっき拾ったやつがやっと反映されただけかな。お、トーマ。やあケイタ、試練うまくいってよかったね。うん、トーマもね、不動明王戻ってきたんでしょ。トーマが一番厳しかったんじゃないの、試練。うん、剣舞魔人のみんなのためにも、ソロナキと決着をつけないとね。けど、ソロナキのことを考えてると、なんだか辛い気持ちになってくるんだ。トーマも怖いの?それもあるけど、なんていうのかな。探偵団が結成される少し前、僕は決して許されない罪を犯したんだ。何?え?初耳ですけど。罪って?桜本町のみんなを、心の闇で支配して、何もかも自分の思い通りにしようとした。何それ、そんな闇の一面あったの、トーマ。そんなことがあったんだ。うん。だから僕は、空泣きのしていることと、かつて自分がしてきたことを重ねてしまうんだ。うん。でも、今は探偵団の仲間でしょ?トーマは空泣きみたいに悪者じゃないよ。ね、めっちゃいいやつやと思っとったけど。それは夏目と秋のりがいてくれたからさ。誰も信じられずにいた僕の心を救い出して、新しいことに力を使おうって呼びかけてくれた。うん。アニメでそういう話があったってことなのかな。二人がいたから僕は立ち直れたんだよ。トーマ。ねえ。サラナキは確かに悪者だ。どんな事情があっても罪は消えない。でもそれは僕も一緒なんだ。僕が仲間に救われたのに、
あいつが救われないなんて、そんなの。空泣き。もし空泣きに、まだ誰かを信じる心があるのなら、僕はあいつを助けてやりたい。トーマ、うん、わかった。空泣きがもし、俺たちの言葉を聞いてくれたら、その時はトーマに任せるよ。ありがとう。もしかして、え？どういうこと？夏目だけじゃなくって、秋のりとトーマも、なんかもともと、妖魔界の何かしら仲間やったりとかする？違う？なんか特殊な力が。ありがとう、ケータ。なんだか気持ちが楽になったよ。そっか、よかった。ねえ、ここの二人だけなんか力がね。ごめん、ほっとしたら急に疲れが出てきたみたいだ。僕、もう少し風に当たってから寝るよ。ケータもおやすみ。うん、おやすみ。さっきの光何だったのかな？ちょこちょこ夏目の、なんか過去の記憶の夢。皆さんも眠らなくて起きてたんですね。そうみたい。なんか安心しちゃったな。行きますよ。私たちもそろそろ寝ましょう。ボボさんが待ってますよ。そう、過去の記憶の夢に出てくる人物が秋のりとトーマなんじゃないかなーって、なんとなく今私は予想してるんだけど、どうだろうか。違うかな。え、でもそうなるとどっちかが裏切り者。え、どっちも別に。二人だけとは限らないしね、出てきたのが。うん。ちょっとは緊張もほぐれたようじゃな。明日に備えて眠っておくかの。はい。よしよし、ではおやすみな。良い夢が見られるように願っておくぞ。もう決戦の日。ああ。みんな、よく眠れたようだな。どうした？覇者の力も体に馴染んだ様子。これなら妖魔界に立ち入っても問題なかろう。いいだろう。準備は万端ってわけだ。それじゃあこいつを渡しておくぜ。世界のアーク、未来妖魔界を手に入れた。おー、やったね。ありがとう。いつき。うん。みんな、行きましょう。妖魔界に。行くぜ！うん、行こう。夏目たちと合流した。よし！妖魔界は絶対に空泣きに渡したりしない。そうだな。ああ、俺たちの底力、空泣きに見せつけてやろうぜ。何かしらオルっぽい感じ、やけど。ふっ。ほい、まあ、とりあえず、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。へー、これで今から何、未来の妖魔界空泣きと戦うんか。頑張ろう。大丈夫かな。